こんにちは、TCB の高柳由衣子です。今回は、重たいまぶたに適用するのは二重切開法だけなのかについて解説していきます。このチャンネルでは他にも包茎や美容に関する動画を配信していきますので、チャンネル登録と他の動画のチェックもよろしくお願いします。重たいまぶたとはどのような状態なのかですが、脂肪が多い、皮膚がたるんでいる、目の開きが悪いなどが挙げられます。特にご相談として多いのが、まぶたの脂肪が多いタイプの方で、まぶたを触るとプニプニしていて、アイプチの癖がつきにくかったり、むくみやすかったりといった特徴があります。実際にご相談に来てくださる患者様の中にも、ネットや YouTube で重たいまぶたには二重の切開法じゃないと二重にできないといった情報を見て、二重の切開法を検討されている方がたくさんいらっしゃいます。ですが、本当に二重の切開法が適用となる患者様は少なくて、まぶたの脂肪が多いタイプでも取れにくい埋没法とまぶたの脂肪取りを組み合わせる方法で綺麗な二重を作ることができます。アイプチを続けて皮膚がたるんできてしまった方でも、多少のたるみであれば線止めの埋没法でしっかり食い込みを作ってあげることで、切開しなくても綺麗な二重を作ることができます。もちろん切開法を強くご希望の方や、二重幅を永久に変えたくないという方もいらっしゃいます。ただし、二重切開法のデメリットとして、埋没法と比べてダウンタイムが長く、切開すると二重の幅の変更など修正が難しい場合もありますので、カウンセリングの際に患者様のご希望を伺って、しっかりとお目元の状態も診察させていただきます。施術前のシミュレーションで二重の幅を見ていただいて、この幅がいいというのが決まるまで繰り返しご納得いただくまで確認していきます。施術中は緊張すると思うので、途中お声掛けしながら丁寧に施術していきますのでご安心ください。 TCB の埋没法は施術時間を20分程度で、まぶたに傷跡が残らない方法なので直後からメイクしていただけます。なので、その日にご予定がある方も問題なく過ごしていただけるので、お仕事がお忙しい方にもおすすめです。ということで、今回は重たいまぶたに適用するのは二重切開法だけなのかについてお話しさせていただきました。少しでも皆様の参考になれたらと思いますし、他にもご質問がございましたら随時コメントで受け付けておりますので、コメントよろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録と、インスタグラムと TikTok も随時更新しておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。